束の間の平和な夜だった。カイトは夢を見ていた。できる限りの処置はしましたが、勇気と無茶は違う。そのことをこの青年に教えるべきだった。まさか、マックス、どうして君は俺を選んだんだ。どうしたんですか。龍源岳で怪獣の死骸が発見された。エリー、モニターに映します。グランゴン、前に出てきた怪獣の別個体でしょ。しかし、なぜ死んでるんだ、あれ。ほら、見て、背中にあったマグマ状のコアがなくなってる。エリー、もっと大きくして。はい。他の怪獣に食われた。隊長、あの怪獣はかつてもう一匹の怪獣と呼び合うように現れました。ラゴラスの別個体もいるということですか。しかもそれはグランゴンを食べてしまった。以前のラゴラスより力が強まったのかもしれない。ダッシュと UDF は龍源岳に前線基地を設営し、次なる怪獣の出現に備えた。今朝よりも急速に腐敗が進んでいます。怪獣の化石というものがほとんど発見されてこなかったのは腐敗
配が早く進むからかもしれないわね。隊長、このサンプルを分析したら怪獣の撃退方法が分かるかもしれません。タモじゃダメだろう。絶対発見しろよ、シオン。 No problem。近隣の住民の避難確認しました。病院の患者も移送済みです。先手は打ったか。隊長、龍源岳の磁気異常を検知。微弱な振動が高まっています。よし、ダッシュ迎撃。ショーンは分析を急いでくれ。了解。行くぞ。あの時マックスに出会わなかったら俺は。頼ってばっかりだ。隊長、アルファで怪獣の気を引きます。カイト、気をつけろ。発射。進化した怪獣ラゴラスエボは地底で不気味に沈黙していた。一体こいつの体の中はどうなってんだ。吉永教授によると、この怪獣は単に強くなっただけでなく、知能の方も進化しているらしい。この顔、あの声、人間を嘲笑ってるみたい。ショーン、こいつを撃破できる方法を見つけられるのかな。
自分が見てきます。大丈夫、ショーン。I'm okay, but... 怪獣のマグマ光を自解させる Anti-Geo Monster Maser、 略して AG Maser。 そのシステムできたんだけど、その周波数に合わせると発射する前にバン壊れてしまうんだ。でもプランはできてるんだろ。すごいじゃないか。あと少しだよ。でもバードから発射した途端、バード自体が壊れるんだよ。次に怪獣が現れるまでに解決方法が思い浮かべば。思いつくさ、きっとできる。できなくてもきっとマックスは助けてくれる。僕は今日初めて怪獣を怖いと思った。怪獣は単に巨大な生物じゃない。あいつは明らかに僕たち用に組んでたし、弱い生き物だと嘲笑ってた。ショーン、僕は自分で発明したもので怪獣を倒すのを楽しんでただけなのかな。俺もさ、最近マックスに頼っちゃってるなって自分でも思ってたんだ。俺、中学くらいから旅行するのが好きでさ、よく一人でいろんなところへ旅してた。俺が旅に出てる時に家が地震災害にあって、俺の親は親を救うことすらできなかったけど、これが運命だなんて俺は考えたくないんだ。俺は何の才能もないし、だからダッシュを入隊テストにも落ちたし、もう親は救えないけど、これから救える人はいる。そう思ったんだ。カイト、ショーンは才能があるじゃないか。ショーンの才能で多くの人の命が救えたじゃないか。わかったカイト。 Thank you。俺たちが頑張らなきゃ、マックスだって助けてくれないさ。エイジーメイザー、絶対に完成させるよ。水木。カイト、ごめんね。私、カイトがなんであんなに無茶なことしてたのか全然分かってなかった。聞いてたんだ。でもちゃんと教えてほしかったな。私にも。時期以上検知、ラゴラス出現します。
怪獣が都市部に向かって進行を始めた。絶対に都市部に入れるな。はい、はい、ショーンのやつまだできないのかよ。カモン。ショーンは今も必死に方法を考えていて、絶対にエイジメイザーを作り上げます。それまでは自分たちで。ミサイルは使えない。おそらくプラズマショットにも耐性がついているだろう。口の中をピンポイントで狙うしかない。ダッシュ出動。了解。どころか10メートル近づいただけでも蒸発させられちまうぜ。泣き言は言わない。分かってる。マックス、教えてくれ。マックス、君は M78 星雲からどうしてこの地球に来たんだ。我々は文明が進んだ惑星が宇宙と調和できるかどうかを観察している。本来我々は直接その惑星には干渉しない。だけど今俺たちにはマックスの力が必要だ。私はいつまでもこの地球にとどまれない。宇宙と調和していくのは人間のすべきことだ。しかしカイト、君のみんなを守りたいという気持ちが私を動かしたのだ。私は君に今託している。自分の判断を信じたまえ、カイト。ありがとう、マックス。気をつけろ。
食われちまう。ショーン、まだか。イエス、EGメーザー発射アプリケーション完成した。エリ、これから送る2つのデータ、バード1、バード2にそれぞれ転送してくれ。はい、転送します。違う周波数の2つの光線を同時に発射し、怪獣のマグマコアの直前で合成するんだ。これなら自分が爆発することはない。やったわね、ショーン。怪獣の攻撃をヒントにね。マックス、ミズキ、タイミング外すんじゃねえぞ。天才のひらめきっていうやつですよ。天才、うん、今度はもうちょっと早めにひらめいてくれよな。痛い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 。まあでも水木も小判をよくやったな。マックス、今は君の力が必要だ。俺は君の期待に精一杯応えていく。そしていつか遠い未来、俺たち地球人も君たちのように宇宙に飛び立つだろう。新たな侵略者の出現にダッシュもマックスも燃える燃える燃える。しかし次回ウルトラマンマックス燃え尽きろ地球。